サディカ。本日も JTA ライブスペシャルにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日もバンコク吉田がお送りさせていただきます。本日は、インスタ映えで大人気の鉄道市場ですとか、地下鉄の駅からもほど近い便利な位置にございますアマンタレジデンスホテルラチャダよりお送りさせていただきたいと思います。申し訳ありません、ホテルのポリシーによりましてですね、マスクの着用が義務付けられておりますので、マスク姿で失礼させていただきます。早速でございますが、本日ご案内いただきますホテルの営業所に、でございますネティさんご紹介させていただきたいと思います。ネティさん、よろしくお願いいたします。สวัสดีค่ะこんにちはค่ะแอมเนตี้ซังค่ะเซลมันตาโฮเทลเรสเซนต์ราชดาค่ะネティさん、本日はよろしくお願いいたします。はい、本日はお部屋の方から中継を開始させていただきたいと思います。まず私たちがおりますのはですね、こちらですね、ワンベッドルームデラックススイートというお部屋でございますね。 Yes, one bedroom deluxe suite. はい、お部屋の広さはどのくらいでしょうか。 How many square meters? 54 square meters、はい、こちら54平米の広さでございます。なかなかないでしょう、スイートルームで54平米、なかなか広いサイズのお部屋でございます。まあ、早速ご覧いただきたいのは、外でございます。こちらリビングルームにおったんですが、こちら大きい窓を開けますとホテルの中庭ですね、並びにプールご覧いただけるかと思います。バンコクの都市にいながらこのような大きいプールを持ったホテルというのはなかなかないかと思います。リゾート気分も味わえるようなホテルとなっております。でこちらなんですが、窓際にですね、大きいソファーございます。大人3名様がかけても、まあ、全く、余裕があるサイズがある3名、様用のソファーですね。でこちら向かいには大きいテレビございまして、こちら NHK ですね、 NHK ワールドプレミアムという日本語の、放送がご視聴いただけるテレビとなります。はい、でこちらなんですが、大きい DVD プレイヤー並びに、オーディオなどもこちらの方にございます。はい、しかしこちらなんですが、コーヒーテーブルでございますね、ちょっとした食事なんかを取りいただけるようなテーブルでございます。普段はこちら食器はですね、そのまま置いてあるんですが、コロナ対策ということで、すべての食器類を滅菌処理をいたしまして、このような形でビニール袋をかばせて、置いてあるという対応を行っております。こちら向かい側なんですが、全室キッチンがついております。大きいサイズのシンク、なるべくこちらにはですね、 IH のクッキングヒーターございますので、まあ、タイのグリーンカレーラーメンなどをこちらの方で温めてお召し上がることができると。でこちらですね、大きい電子レンジもついております。無料の紅茶ですとかコーヒーなどはこちらにございます。はい、こちらのシンクのお隣なんですが、大きい冷蔵庫ございます。でこちらにですね、無料のお水が2本入ってございます。こちらなんですが、グラス瓶タイプのお水となりますので、外に持ち出すことはできませんので、あらかじめご了承をお願いいたします。こちらですね、1日2本毎日補充がされる無料のお水でございます。で続きまして、こちら、気になる扉がございまして、開けてみますとですね、なんと洗濯機がございます。ご旅行中でも お召し物を洗っていただけると大変嬉しい設備かと思います。ですが、ここ洗剤のご用意ございませんので、洗剤を買っていただく必要があるんですが、タイではやはりこう旅行者の方が多いので、こうセブンイレブンなんかにこう小分けになった洗剤が売ってるんですね。まあ、そちらでご購入いただいて、こちらでご利用いただくという形となります。で続きまして、寝室の方をご覧いただきたいと思います。はい、こちらの寝室でございます。この部屋ですね、ベッドが2台あるタイプのお部屋、ツインベッドのお部屋でございます。大柄の私がこう寝転がっても全く問題ない、サイズかと思います。でベッドの前にはまたテレビですね、こちらもちろん NHK のプレミアム日本語放送がご視聴いただけます。でベッドの横なんですが、この形、まあ、簡単な書斎机ございまして、こちらですね、コンセントございます。残念ながらですね、このお部屋なんですが、インターナショナルプラグのご用意ございません。ですがご安心くださいませ。タイのコンセントなんですが、日本のコンセントをそのまま挿していただくことができます。もし電圧の問題があるんですが、電圧が対応していればそのまま挿していただくことができますので、ご安心ください。で続きまして、こちら、バスルームですね、ご案内したいと思います。
まず、目を引くのがこの大きいバスタブです。こう私が3人入っても問題ないぐらいの大きいバスタブ、かなり深いですがございます。でその横なんですが、独立式のシャワーブース、ハンディシャワーがついた独立式のシャワーブースございます。でこちらの方にはおトイレですね。残念ながらウォシュレットではないんですが、まあ、タイのノズルタイプのシャワーがついた、タイプのトイレとなります。はい、でこちらですね、洗面所です。かなり大きいサイズです。女性の方には大変嬉しい作りかと思います。アメニティなんですが、歯ブラシですとかヒゲ剃り、あとシャワーキャップですとかボディローションなんかの用意もございます。でこちらの方に、備え付けのドライヤーついてございます。でそのお隣なんですが、クローゼットですね。足元には無料のスリッパ並びに、奥の方にはバスローブございます。その他アイロンですとかアイロン台なんかも装備してございます。でこちら客室内の金庫なんですが、こちら4桁のデジタル式の金庫となります。はい、はい、こちらですね、このお部屋をもし3名様でご利用いただいた場合なんですが、こちらのエキストラベッド、搬入すること可能でございます。エキストラベッドを入れる場合はこのスペースに入れる形となります。こちらにベッド、簡易ベッドを置きまして、まあ、1,2,3 と3名様がご宿泊いただく形となります。はい、今こう矢継ぎ場にこうお部屋のご質問を ご説明差し上げましたが、ご質問ですとかご不明点などございましたら、 YouTube からご視聴の方はチャット欄の方にコメント入力をお願いいたします。はい、チャット欄に、ご質問頂戴したようでございます。はい、全室独立シャワーついていますかというご質問頂戴いたしました。はい、All room has the separate shower booth, right? Yes, all room、はい、全室独立式のシャワーブースがついております。その他ご質問ですとかご不明点などございましたら、チャット欄の方にコメント入力をお願いいたします。はい、あとこちらのお部屋なんですが、実は禁煙のお部屋でございます。禁煙のお部屋はバルコニーについているんですが、禁煙だとしても残念ながらバルコニーでおタバコを吸いたいことはできません。ですがホテルの中にはですね、おタバコを吸える部屋もございますので、まあ、リクエストベースでお受けいたしますので、あらかじめお申し付けくださいませ。でこちらホテルの Wi-Fi なんですが、もちろん、無料でご利用いただくことが可能となります。パスワードなどはチェックインの際にお渡しさせていただきますので、お申し付けくださいませ。はい、ご質問頂戴したでございます。失礼いたします。はい、こちらのお部屋ボトムカテゴリーですかというご質問頂戴いたしました。はい、こちらですね、はい、こちらのお部屋ですね、ワンベッドルームデラックススイートと申しまして、こちらボトムのカテゴリーとなります。はい、ありがとうございます。はい、その他ご質問ですとかご不明点ですとか、もう一度あちらがご覧になりたいの箇所ございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。はい、コメント欄の方に、ご質問頂戴しました。ちょっとバスタブに関してご質問頂戴しましたので、もう一度ご覧いただきたいと思います。はい、こちらバスタブでございますね。ちょっと鏡張りになってるんですが、このように、こちらですね、目隠しのものがついておりまして、こちらはですね、中の方から開け閉めする形となります。はい、ですのでこうご友人同士様であっても、まあ、またこうちゃんと隠せるという形になりますので、ご安心くださいませ。その他ご質問ですとかご不明点などございましたら、チャット欄の方にコメント入力をお願いいたします。はい、今ご質問を追加で頂戴いたしました。シャワーブースをご覧になりたいというご質問を頂戴しましたので、もう一度詳しくご覧いただきたいと思います。はい、こちらシャワーブースでございます。大きいサイズですね、かなり大きいサイズのシャワーブースでございます。はい、でこちらシャワーヘッドですね、かなり大きいシャワーヘッド、ちょっと一回お水出してみたいと思います。ちょっと難しいんです。ちょっとカメラさん撮れますでしょうか。
水圧は十分かとかなり強いです。水圧はかなり強いと思います。ご満足いただけるような水圧のシャワーがご提供可能となります。高さも調整可能ですね。で、シャワーブースの中なんですが、シャンプーとコンディショナーが一緒になったものが右側、左側がこうシャワージェルです。まあ、ボディーソープのシャワージェルございます。シャンプーとコンディショナーは一緒のものですので、ご注意をお願いいたします。そしてご質問ですとかご不明の箇所などございましたら、チャット欄の方にコメント入力をお願いいたします。はい、その他ご質問ですとかご不明でございましたらチャット欄にコメント入力をお願いいたします。はい、では続きまして、朝食会場の方をご覧いただきたいと思います。ビッチさん、クイックボートブレックファーストレストラン。こちら旅行出まして朝食会場の方に向かいたいと思います。今こちら5階に我々はおります。5階のお部屋からお届けをさせていただきました。はい、エレベーターの方に乗り込みたいと思います。こちらエレベーターの中なんですが、足元ですね、まあ、ソーシャルディスタンス確保、密防止のためにこのようなステッカーが貼ってございます。エレベーター、こちら地上階の表記なんですが、1階表示、日本と同じ1階表記となります。お部屋は2階から7階までが客室となります。失礼いたしました。インターネットの接続が悪く配信が切れてしまいました。どうしてもこうライブ中継で行っている関係上、こうホテルのエレベーターの中というのは電波の状態が大変悪くですね、たまにこういうことが起こってしまうんですが、大変失礼いたしました。どうぞご容赦いただければ幸いでございます。はい、先ほどのですね、チャット欄の方にコメントでですね、ご質問を頂戴しておりました。一部屋に最大何名様までご宿泊できますかという ご質問を頂戴しましたので、ご回答を申し上げたいと思います。テディさん、the guest room, the how many folks can you accommodate for the maximum? Like two adults, two children, or three adults, something? Two adults, two children. Or what, three adults? For two adults and actually three adults, yes. But the family two adults, okay. Two children. はい。大人3名様、もしくは大人2名様、プラスお子様2名様となります。ですね、大人3名様の場合はツインベッドプラスエクストラベッドですね。大人2名様プラスお子様2名様の場合はエクストラベッドを利用していただく、もしくは添い寝の方でも可能となります。はい、大変失礼しました。こちら今朝食会場の方に到着をいたしました。こちらですね、地上階1階にございます朝食会場となります。こちらですね、今コロナ対策の影響でオープンエアでの営業を行っております。あちらの奥にですね、ちょうどこうエアコンのスペースでございまして、こちら来月をめどにこう営業を再開していくような予定でございます。現在はこちらオープンエアの営業となります。でまた今バイキングの営業できませんのでセットメニューでの提供を行っております。こちらはですね、通常であればこちらのカウンターにビュッフェが並ぶという形となります。で本日は特別にですね、セットメニューの一例をご用意いただきましたので、ご覧いただきたいと思います。こちらがセットメニューの一例でございます。まあ、卵料理ですね、ですとか、まあ、パンですとかお野菜、あとこちらおかゆですね、とあと、まあ、デザートですとか、あとはドリンク類ですね。でもしこちら召し上がった後まだお腹に余裕があるお客様、もちろん追加でご注文ができます。こちらの方にですね、オーダーシートがございまして、まあ、こちらの方にこうチェックをして、職員の方にお渡しいただけると、まあ、追加でお持ちいただけると、ですまあ、オーダービュッフェのような形となります。もちろんこの席にもですね、アルコールのスプレー、もちろんご用意してございます。で朝食会場から見えますのは、先ほどお部屋から映させていただきましたスイミングプールですね。大きいスイミングプール、このようにございます。バンコクにいながらもこうリゾート感が味わえるような作りのホテルとなります。
続きまして、チェックインカウンターですねの方に向かっていきたいと思います。はい、こちら1階をですね、朝食会場のすぐ横がもうすぐチェックインカウンターとなりますね。はい、間もなく到着をいたします。なんとですね、本日はですね、特別にですね、ホテル総支配人からご挨拶いただけることで ご準備いただいております。サディカ、ホテル総支配人のジンさんでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で続きましてこちらのホテルのですね、コロナ対策の状況をご覧いただきたいと思います。まず入館の方から実際にやってみたいと思います。まずこちら、入館にあたってまずマスクの着用が必要となります。でこちら入りますと検温ですね、検温で37度5分以上の熱がないことを確認いたしまして、こちらにですね、ステッカーを貼っていただきます。はい、でこちらの方にはアルコールの、消毒スプレーもちろんご用意してございます。はい、チェックインカウンターなんですが、こちらですね、3密防止のためお客様同士の距離を取るためにこのような待合のステッカー、指針となるステッカーが貼ってございます。でチェックインカウンターなんですが、もちろんこちらにもアルコールのスプレー常備してございます。で職員の方なんですが、皆様マスク着用並びにフェイスシールドの着用を行っているという状況となります。こちらホテルの他のコロナ対策の状況なんですが、皆様がよく手に触れるエリアですね、例えば公共の扉のノブですとか、あとはエレベーターのボタンですとかというのは1時間に必ず1回、清掃並びに消毒を行っているそうです。まあ、そこまでこう徹底してコロナ対策の対応を講じているという状況となります。はい、こちらまでですね、特にご質問ですとかご不明点などございましたら、YouTube からご視聴の方チャット欄の方にコメント入力をお願いいたします。はい、で続きましてホテル入り口、ちょっと順番が逆になってしまっているんですが、ホテル入り口の方をご案内したいと思います。こちらですね、ちょうど正面玄関前の車止めのエリアですね、ここにホテルのロゴ大きくございます。でワゴン車であればこちらの方に、止めることができるんですが、大型バスでお越しの場合はちょうど反対側のスペースですね、こちらの方に大型バス3台まで止めることが可能です。ですので雨に濡れることなくこう館内に入っていただくことが可能となります。はい、ではこちらホテルの情報をご紹介いただきました。ネッティさん、本日はもう誠にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、早速なんですが、鉄道市場が近いということで実際に鉄道市場までですね、私歩いてみたいと思いますので、もう少しお付き合いいただけますと大変幸いでございます。ネッティさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では行ってみたいと思います。じゃ今ちょうどホテルを出まして、ラマ旧通りの方に、大通りの方に向かって歩いていきます。こちらのホテルなんですが、ですね、地下鉄の駅までは徒歩5分、並びにこう鉄道市場までも徒歩5分というかなり、大変便利な立地となります。今バンコクですね、ちょっと雨季でございまして、ちょっと蒸し暑い感じ、ちょっと汗がお見苦しいかと思うんですが申し訳ございません。昨日もですね、ずっとこう夜は雨が降っておりまして、こう今朝の8時ぐらいまで降り続くと滝のような雨が降っておりました。はい、今こちら外を歩いております。本日はですね、残念ながら晴天なくちょっと曇っています。気温は本日29度だそうです。はい、今大通りに向けて歩いております。ちょうど大通りに出るまでちょうど1分半ぐらいでしょうか。でこちら市の右手の方はですね、ちょっと中国大使館がございまして、まあ、大使館があるような、まあ、関西のエリアという形のありますね。今車来てるのちょっと避けます、申し訳ございません。はい、まもなく大通りの方に
到着をいたします。では一旦地下鉄の方に向かって歩いていきたいと思います。ここはですね、ちょうど1時今、地下鉄駅の方に向かって歩いております、はい。いかがですか？はい、今大通りを歩いております。ちょうどに見えてきたのが地下鉄となります。地下鉄なんですが、去年延伸がされまして、この地下鉄駅から、ちょうど旧がある、まあ、旧市街まで行くことも可能となります、はい。この地下鉄を利用いただくと、まあ商業の中心街であります麻生区駅ですとか、あとはこう、まあ、日本人の方にもこう大変人気なエリア、まあ、シーロームエリアまでも地下鉄で1本で行くことができるという形になります。はい、まもなくですね、一番近いショッピングモール、エスプラネードというショッピングモール前に見えてきました。こちらを左に曲がります。こちらのエスプラネードなんですが、営業時間は10時から21時、午前10時から21時でございます。中にはですね、こうトップススーパーマーケットですとか、あとは日本食ですね、弥生軒ですとか、こう ペッパーランチなどといったこう、まあ、日本食のテナントも入っております。ホテルから徒歩5分でショッピングモールございますので、大変便利かと思います。今こちらショッピングモールのこう脇を通って鉄道市場の方に向かって歩いております。ちょうど目の前にこう鉄道の絵が見えてまいりました。看板も見えてまいりましたね。こちらの鉄道市場なんですが、営業時間、特に定休日ございませんで、営業時間は17時から、翌1時、まあ、お店によってちょっと早く閉まるところもあるんですが、通常であれば17時から1時まで営業をしております。こちらタイ語で、タラロットファイと言うんですが、意味はですね、タラが、まあ、マーケット、ロットファイが鉄道ということで、実はこの鉄道市場はですね、もともとチャトチャック、有名な週末のみ営業しているチャトチャックマーケットの2号店、まあ、2号店といいますか、別のこうマーケットとして国鉄がの跡地で営業していたために、まあ、その名残が残っておりまして、今ね、こう鉄道マーケットという名前が残っているという形になります。で、こちらよくあるインスタでよく見るですね、上からこう撮った図ですね。ちょっと見えにくいかもしれないんですが、こちらですね、ショッピングモールの隣にある立体駐車場の4階から見下ろすと、よくインスタにこう上がっているような綺麗を撮ることが可能です。まだ時間外ですのでお店はやっていないんですが、まあ、このような形で鉄道市場がございますね。でこう左に振り向いていただくと、ちょうどアマンタホテルが見えます。ですのでホテルのちょうど真裏が鉄道市場となります。アマンタホテル、鉄道市場に一番近い、バンコクで一番近いホテルでございます。はい、今こちら鉄道市場の方までこう歩いてきたんですが、何かご質問ですとかご不明点などございますでしょうか。もしございましたら、こうチャット欄の方にコメント入力でお知らせくださいませ。はい、それではお届けいたしました、GT ライブインスペクション、そろそろお別れのお時間となりました。今回ご利用いただきましたのは、アマンタホテルレジデンス、なんといってもこうショッピングモールまで徒歩5分、並びにこう大人気の鉄道市場までも徒歩5分で行ける立地が大変魅力でございます。長期滞在の方、もしくは短期の観光の方にもおすすめのホテルでございます。
ジェデルライブインスペクションですは、ライブや動画でアジアオセアニアの旬な情報をお見逃しないためにもぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本日のご視聴誠にありがとうございました。次回の JT ライブセクションでお会いいたしましょう。皆さんありがとうございました。